金沢園は横浜市金沢区で営業していた料亭である。2016年から2020年5月までは旅館北屋として営業していた。2020年9月10日からカフェ金沢園として営業を再開した。1916年に現在の桜木町に創業した料亭満月を前身とし、1930年に磯国芝町に 料亭と旅館の機能を合わせ持つ規定、金沢園が開業した。昭和初期の当地は、金沢八景の名が示す通り景勝地で、京浜地区の市民や文化人などが秘書に訪れていた。1930年9月7日の横浜貿易新報に掲載された、与謝野秋子の随筆、金沢の1日には、鉄管秋子夫妻が金沢園を訪れた際に、ここから眺めた、 海岸線の美しさを称えた一文が記されている。1939年5月には、廃人の高浜巨子が、日本各地の継承地の風景を楽しむ会である、第4回日本短唱会を、金沢園で開催した。創業100周年を控え、建物の維持と活用が模索される中、横浜市港北区出身で、留学の圧戦や、シェアハウス事業を営む、 実業家が名乗りを上げた。主に法日外国人旅行者の利用を想定した、ゲストハウス及びカフェレストランとして活用するもので、回収費用の一部は、クラウドファンディングでも調達された。2016年2月、金沢園は一旦営業を終了して、回収工事を開始し、同年7月にレストラン、カフェダイニングボタンがオープン。同年十二月には、旅館業の許可を取得し、 旅館北屋と名付けられた。2020年5月に営業は終了し、2020年9月からは以前のオーナーによりカフェ金沢園の営業が再開された。地元神奈川一区選出の松本淳衆議院議員が以前より地元の会合で利用している。東京、品川にあった日本家屋を移築し、1930年に営業を開始した。木造2階建て。 河原吹きの入りもや作りで、北側に玄関1階と2階にそれぞれ4部屋の客室を有する。2004年3月2日には国の登録有形文化財に登録された。館内は玄関で靴を脱ぐ日本旅館スタイル。浴室は共同で、春高当初からのフランス製、ステンドグラスとモザイクタイルで装飾されている。最大200人分の懐石料理を調理していた。 厨房はオープンキッチンに改装され、横浜発祥の牛鍋、芝漁港で水揚げされた海の幸や横浜市内で採れた野菜類を使った料理などが提供される。ありがとうございます。